水曜日といいえばもうお分かかりりでですすね夜8時半から生放送をやりますのでぜひご覧くださいリンクは動画説明欄からどうぞさてオリエンタルラジオの中田敦彦さんが YouTube にアップした動画が話題になっていますよね松本人志への提言審査員という権力というタイトルで40分を超える動画になっていますこれはもともと吉本で活動していた中田さんのお笑い論ですよそれらを語りつつダウンタウンの松本人志さんはショーレースの審査員とかやりすぎじゃないですか かっていう話なんですショーレースにおける審査員って非常に重要でやっぱりお客さんに受けても審査員に刺さらないと優勝できないわけですよそれゆえにこの審査員っていうのが、まあ、一種の権力になってしまっているんじゃないかと中田さんは指摘していますこれは確かにそういう面がありますよ特に松本さんの影響力は絶大ですし松本さんに受けるのか受けないのかっていうのはもう 現代のテレビでで生きていこうと思ったら死活問題でしょうしかも松本さんは m 1だけじゃなくて他の賞ーレースなんかにも出てきたりしますからねそれが価値観の多様性を失われる要因になってしまっているんじゃないかということですよなので中田さんの主張としてはそのまあいろいろーレースありますけれども m 1に絞るですとか ま、なんか他のものに関してはその爆笑問題さんに譲るとか、なんかそういう方法を提案しています。実際こういう提言って、あの、他の芸人さんできないと思うんですよね。今、吉本を離れて独立し、かつ YouTube で相当数のフォロワーがいるからこそできるんですよ。テレビに出てるような人がこういうの言ったら、干されるかもしれませんからね。それはもう、松本さんが切れて干すっていうよりも、なんか周りの人が忖度してというか、 ね、ともかく現代のお笑い界においてこのやっぱ松本さんの影響というのは非常に大きいですからねでもこれってそもそも見ている側視聴者側がそれを望んでいるというのがあると思うんですよ松本さんがいるからこそ賞ーレースにも箔がつきます松本人志と,というその大きい看板があるからこそみんな見るんですよ一方でテレビ制作側っていうのも松本さんに甘えすぎたんじゃないかなとも思いますとりあえず松本さんキャスティングしときゃいいやみたいなさそれはだから視聴者も求めてるで あろうから別にね間違いではないんですけどもその番組制作ちょっと保守的すぎるんじゃないかなとも思います中田さんの動画ではえ霜降り明星の粗品さんの名前を出して相方のせいやさんがツイッターでまっすぐ勝負してないうんこみたいなやつが相方の名前使うな中田と えー、書いていてるとかですね結構反響がありました批判された松本さん自身も連絡待っていると2人で話す意思を見せていますねこれはねエンタメなんですよ賛否両論あると思うんですけどこれがもう議論になってしまってる時点で中田さんのペースだと思います今中田さんってテレビにもほとんど出ていませんしその世間の関心をつなぎ止めるという意味もあるんじゃないでしょうかそうして影響力をつなぎ止めておいて今後のネットの活動に生かしていくとこの指摘自体はまあ結構わかるなというところも あるんですけどただやっぱねこの中田さん自身ちょっと痛い人なんだなっていうのも見えてくるんですよ中田さんの動画では公開した後に削除された部分があると言うんですね今 YouTube の機能で公開後でもその一部分カットするとかっていう機能があるんですカットしたのはこんな文言でしたあとですね中田で笑ったことねえからお前が何を言おうが響かねえとかそういう人もいるんですよ それがね中田で笑ったことがあるかないかの問題で言うと中田で笑うのって結構知性いるからね言いたくないんだけど俺ドストエフスキー面白いと思ったことないんだよねとかモーツァルトで乗ったことないんだよねみたいな感じであんま言わない方がいいよ中田を面白いと思わないってドストエフスキー読めないとかモーツァルトがわからないのと一緒だから後世恥かくから 知性が必要ななんだよな中田で笑うのは。なんかこう、マルクス主義者みたいですよね。資本論すら読んでない奴は、俺のこの高尚な考えが理解できないんだ、みたいな。中田さんって間違いなく優秀な方だと思うんですけど、その優秀さゆえに、なんかちょいちょいこういうの出ちゃうんですよ。まあでもこうやってね、突っ込みどころを作るっていう作戦なんでしょうね。モーツァルト武勇伝やらんやろっていう、あの武勇伝なんて知性不要なお笑いですよ。今回の件、大変賛否両論巻き起こしているわけですけど、 まあその、格論に関しては、まあ確かになと思うところもあるし、ああ、それちょっと違うんじゃないかなっていうところもあるし、まあともかくこのね、お笑い界の発展につながればいいんじゃないかなと思います。笑いの好みってね、やっぱみんな違いますもんね。僕はやっぱ、その昔オンエアバトルとか見てたので、その流れでタカトシとかアンタッチブルとかすごい好きなんですよ。特にあの柴田さんのツッコミね。そういうのもまあ当然好きなんですけども、やっぱあのドブロックとかね。 ああいうの大好きです。というところで続きは生放送でやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。